衝撃の告白。ショーのソロ活動に隠された真相とはナンバーアンダーライン愛の真実、ショー神、騎士が明かす成功の秘密。日本の音楽シーンに新たな光をもたらしたナンバーアンダーライン愛。彼らの物語はショー君、ョく君神くん、騎士くんの三人が織りなす絆と夢の工作であり、その背後には数々の挑戦と成長の瞬間が詰まっています。 初めてこのグループの存在を知ったとき、多くのファンが感じたのは、彼らの結束力とそれぞれが持つ個々の才能でした。翔くんは、ナンバーアンダーライン愛のエースとして、常にグループの先頭に立ち、彼らの名を広く知らしめるために努力を続けています。彼の個人活動は、その一環であり、多くの人々にナンバーアンダーライン愛を知ってもらうための重要な手段となっています。しかし、 翔くん一人の力だけでなく、神くんと岸くんの支えがあってこそ、グループ全体のバランスが保たれているのです。もし、岸くんが急ジャニーズに残っていたらどうなっていただろうかおそらく、今のような成功はなかったかもしれません。翔くんがエースであることに変わりはありませんが、三人のバランスが取れたからこそ、現在のナンバーアンダーライン愛が存在しているのです。三人がお互いを支え合い、 尊敬し合っていることが彼らの強さの源です。しかし、彼らの道のりは決して平坦ではありませんでした。ナンバ・アンダーライン・アイに対して批判的な記事が書かれることもありましたが、それはおそらく彼らの成功を脅威と感じた人々が書かせたものでしょう。それでも、三人はアーティストとして音楽を中心に活動を続けることを願っています。 そしてファンもまた、その活動を心から応援しています。ボンの歌詞でも、アンチフリーズと歌われているように、批判に対しては無視し、平和に進むことが重要です。ファンは3人の絆をよく知っており、彼らの活動をサポートし続けています。例えば、あるファンはジンくんを長年応援しており、彼がみんなをそっと見守り、まとめる姿に感動していると言います。このように、 ファンの応援が彼らの力となり、支えとなっています。キンプリ時代からの三人の関係を知っている人々は多いですが、まだまだ世界には彼らの存在を知らない人々がたくさんいます。だからこそ、翔くんが海外での活動を通じて、ナンバーアンダーライン愛を広める役割を果たしているのです。岸くんも、翔くんがグループとしての頂点を目指していることをしっかりと理解し、サポートしています。 昨年5月、最後のベノイ出演で、将軍の元に寄り添った二人の姿は、多くのファンに感動を与えました。三人でナンバーアンダーライン愛を結成し、世界を目指して努力を重ねる姿勢に、批判的な記事は本当に不快なものです。しかし、ファンは三人を応援し続けています。彼らが互いを支え合い、尊敬し合っていることを理解しているからです。彼らの絆は非常に強く、 どんな批判にも負けません。例えば、あるファンは、翔くんが個人活動を通じてナンバーアンダーライン愛の名前を広める役割を果たしていることを知っており、岸くんがその背後でしっかりとサポートしていることを理解しています。このように、三人の関係は非常に深く、強固なものです。昨年11月から今年10月までの間、三人はそれぞれの道を信じ、進むべき方向をしっかりと見据えていました。 彼らの揺るぎない信念と互いを信頼する強い絆は多くのファンに感動を与え続けています。彼らが進みたい道を明確に共有し確かな足取りで進む姿勢にファンは大きな信頼と期待を寄せています。もちろん様々な見方や感じ方があるのは事実ですが誰がとか誰かだからという理由で批判されることは非常に悲しいことです。翔くん、神くん、騎士くんがいなければ これだけの世界観を描き出すことはできなかったでしょう。彼らは不可能を可能にし、多くの人々に感動を与え続けています。例えば、あるファンは、翔くんがもしソロで活動していたら、ここまでの成功はなかったと考えています。3人がそれぞれの才能を持ち寄り、互いを支え合うことで、素晴らしい音楽とパフォーマンスを生み出しているのです。騎士くんと神くんがいなければ、 ナンバーアンダーラインアイはここまでの成功を収めることはできなかったでしょう。彼らの絆があってこそ今のナンバーアンダーラインアイが存在しているのです。先日ある歌番組に出演した際、翔くんが一人でパフォーマンスを披露する姿を見たファンは彼のソロ活動の意味を改めて考えさせられました。翔くんの個人活動はナンバーアンダーラインアイ全体の知名度を上げるためのものであり、彼一人のためではありません。 神くんと岸士くんも彼をサポートするために日々努力を重ねています。また、神くんと岸士くんのダンスや歌のスキルは、金プリ時代よりも大幅に向上しています。彼らは個々の仕事をセーブしながら、練習と努力を惜しまず続けてきました。その結果、三人が一体となったパフォーマンスは、見るものを圧倒するものとなっています。特に、騎くんの美声は、曲にスパイスを加え、 神君のダンスは視覚的な魅力を増しています。こうした努力が実を結び、彼らは現在、国内外で多くのファンを魅了しています。しかし、それでも批判的な記事が書かれることがあります。それらの記事は、彼らの成功を脅威と感じる人々によって書かれたものであり、真実を反映しているわけではありません。例えば、あるファンは、批判的な記事を書いた記者が、 三人の本当の魅力を知らないのだと感じています。彼らは、ナンバーアンダーライン愛が持つ強い絆と、それぞれの個性を理解していないのです。翔君は、個人活動を通じてナンバーアンダーライン愛の名を広める一方で、神君と岸士君は、その背後でしっかりと支えています。彼らはそれぞれの役割を果たしながら、グループ全体の成功を目指しているのです。例えば、神君はミュージカルに挑戦し、 キシ君はダンスと歌のスキルを磨き続けています。彼らの努力があってこそ、現在のナンバーアンダーライン愛が存在しています。また、最近では、翔君が海外の音楽フェスに参加する姿が見られるようになりました。これは、彼がグループの名前を広めるための重要な活動です。彼の個人活動が、ナンバーアンダーライン愛全体の成功につながっているのです。例えば、あるファンは、 翔くんが海外での活動を通じて得た経験がグループ全体にとって大きなプラスになると考えています。三人が互いを支え合い尊敬し合っている姿は多くのファンにとって大きな感動を与え続けています。例えば昨年のあるライブで翔くんがソロパフォーマンスを披露した後、神くんと岸くんが彼の元に駆け寄り共に喜びを分かち合う姿が見られました。このような瞬間が 彼らの強い絆を証明しているのです。彼らの絆は非常に強く、どんな批判にも負けません。例えば、あるファンは、翔くんが個人活動を通じてナンバーアンダーライン愛の名前を広める役割を果たしていることを知っており、岸くんがその背後でしっかりとサポートしていることを理解しています。このように、三人の関係は非常に深く、強固なものです。 もちろん、様々な見方や感じ方があるのは事実ですが、誰がとか誰かだからという理由で批判されることは、非常に悲しいことです。翔くん、神くん、騎士くんがいなければ、これだけの世界観を描き出すことはできなかったでしょう。彼らは不可能を可能にし、多くの人々に感動を与え続けています。